皆さんは卒業式という特別な日にどのような感動的な思い出をお持ちですか？寒さが残る体育館の中での式典、心に響く校歌のメロディ、仲間たちと交わした寄せ書き、春の訪れを告げる桜の木々、そして学生生活の終わりを象徴する第二ボタン。これらのキーワードだけで日本の卒業式の懐かしい記憶がよみがえるのではないでしょうか。私たち日本人にとっては当たり前の風景かもしれませんが、海外の方々にとっては新鮮でユニークな体験です。例えばあるアメリカ人男性が仕事で世界中を飛び回る忙しい中、日本の小学校に通う娘の大切な卒業式に出席するためスケジュールを調整し日本へ足を運びました。初めて経験する日本の卒業式で、彼は想像もしなかった感動的な光景を目の当たりにし、感動のあまり涙を流すほどでした。彼がなぜ妻に卒業式には絶対に出席すべきだと言われたのか、その理由に深く納得した瞬間でした。今回はこのアメリカ人男性が初めて日本の卒業式に参加して得た感動的な体験と、日本の学校教育についての興味深いお話をご紹介いたします。さて、日本の教育システムが海外で高く評価されていることはご存知でしょうか。日本の小学校において子どもたちが給食の時間に配膳の準備をする様子や学校の清掃を行う姿は、私たち日本人にとってはごく普通な日常の一部です。しかしこれらの教育現場の姿は海外の多くの人々にとっては非常に興味深いものなのです。日本の学校では給食の時間において管理栄養士が作る栄養満点の献立や、学校で育てた野菜を使用する食育など、そしてそれを学校の給食室で調理し、さらに児童が役割分担して配膳する様子や食材についての説明など、食べるという基本的な行為について多角的に学ぶことが海外で高く評価されています。また日本の小学校における清掃活動も国際的に見れば珍しい実践なのです。児童が学校清掃を行う国は世界で見ても全体の約3割に過ぎず、日本の小学生がトイレ掃除をしたり雑巾で床を拭く姿は海外の多くの人々にとって驚きと感動を与えています。このように日本の教育現場における様々な取り組みが世界的に注目され評価されていることをぜひ皆様にも知っていただきたいと思います。日本では子供の頃から習慣として掃除をする文化があります。この習慣は日本の清潔さという国際的な評価に大きく貢献しています。特に学校において掃除を日常的に行う習慣には世界中から驚きの声が上がりつつも、その理由を理解し納得する人も多いのです。日本の学校が授業だけでなく日常生活においても子どもたちに様々なことを教える点が高く評価されており、この教育方法を学ぼうと海外の教育関係者が視察に訪れることもあり、日本独自の学校行事や活動は海外から見ても学ぶべき点が多いとされています。そして日本の入学式や卒業式の内容もまた注目が集まる一つの文化とされているのです。実際にアメリカ出身のビルという一人の男性が初めて日本の卒業式に出席した際、その感動的な光景にビルは涙を流し感激しました。彼はその驚きを SNS に投稿すると瞬く間に拡散され、世界中から称賛の声が集まったのです。アメリカ生まれのアメリカ人でビルは日本人と結婚したことを機に日本での生活を始めました。彼の奥さんは日本で子供を育てることを望んでいました。ビルは仕事が忙しくなり多くの国を出張で訪れるようになったため、妻と娘の安全を考慮して日本への移住を決意します。家庭では主に英語を話しますが、ビルも日本語は少し話せます。娘は日本語と英語の両方を流暢に話し、日本人の友達と楽しそうに交流しています。彼女は学校での活動を楽しんでおり、ビルはその姿に日々喜びを感じています。しかし
3月にある娘の小学校の卒業式についてビルは少し困っていました。その時期は彼の仕事が特に忙しい時期で長期出張も控えていました。しかし彼の奥さんは、娘のためにも、そしてあなたのためにも、卒業式には絶対に出席した方がいいと強く勧めました。ビルは自分の都合も考慮してほしいと思いましたが、最終的にはスケジュールを調整し、無理をしてでも日本で娘の卒業式に参加することを決めました。この決断がビルに大きな感動をもたらすことになります。初めて日本の卒業式に出席した彼は、その独特な雰囲気と感動的なシーンに心を打たれ、思わず涙を流しました。そして彼がこの驚きと感動を SNS に投稿すると、彼の投稿はすぐに世界中に広がり、多くの人々から称賛の声が寄せられたのです。ビルの体験は日本の教育や文化の素晴らしさを世界に伝える事例の一つとなり、国際的な興味を引き起こすきっかけとなりました。卒業式当日、ビルはスーツに身を包んで娘の学校へ向かいました。日本の卒業式ではセミフォーマルな服装が求められることを初めて知り、彼は少し驚きました。アメリカの高校や大学ではスクールカラーの四角い帽子とガウンを着用しますが、公立小学校では卒業式が行われないことも珍しくありません。私立小学校ではキャップをかぶり、服装は自由におしゃれを楽しむことが一般的です。親も普段着で参加するので全体の雰囲気はカジュアルですが、一方で日本の卒業式は全く異なります。体育館に到着すると、他の保護者たちもフォーマルな服装でいて、その相関さに彼は驚かされました。特に着物を着た人々の姿は、その色彩と日本らしさが際立っていました。先生や小さな子供たちもフォーマルウェアを身につけており、日本の卒業式がいかに大切にされているかがビルにも伝わってきました。奥さんが娘の卒業式用の服選びに悩んでいた理由も、彼はようやくここで理解できました。式は静かに始まり、整然とした雰囲気の中で順序よく進行していきます。何度も練習を重ねたことが感じられるほど滞りなく進行しました。歌やスピーチの後、卒業証書の授与が始まり、一人一人が名前を呼ばれて壇上に上がる様子は、まるで軍隊のようだと彼は思いました。ついに、ビルの娘が名前を呼ばれ、証書を受け取るその瞬間は、彼にとって非常に感動的なものでした。校長先生が丁寧に証書を渡し、娘がそれを大切そうに受け取る姿に、おめでとうという言葉とともに、嬉しさと誇りが心にあふれました。父親が知っている無邪気な子供が、今日は立派で素敵な姿で壇上を進んでいきます。幼い頃はケーキのクリームを顔にくっつけてるような子供だったのに、その日の彼女はまるで別人のようで成長し、大人びた姿でビルの目に映ります。その姿に彼は嬉しさと同時に少しの寂しさを感じました。いろんな思い出がよみがえり、さまざまな感情が混ざり合って胸がいっぱいになります。式の間、彼は我が子との思い出に浸りながら、何度も涙がこみ上げてきました。これほど感動的で幸せに満ちた時間は、ビルにとって非常に貴重なものになっていきます。アメリカの卒業式は、名前を呼んで証書を渡すだけのシンプルなもので、特に感動することはありませんでした。それは単なるイベントやレクリエーションに近いもので、学年の最終日を楽しむようなものでした。日本の卒業式はアメリカとは全く異なる文化であり、その独特なセレモニーにビルは深く感銘を受けました。彼にとってこの経験は忘れがたいものとなり、日本の教育や文化の素晴らしさを改めて実感するとともに、娘の成長とともに彼自身も新たな価値観を得ることができた、とても特別な日となりました。自身が育ったアメリカの大学では入学式さえ存在しないことが多く、卒業式の格式を見比べると、日本の小学校の方がずっとフォーマルな印象を受けるかもしれません。自身の過去を思い出しながら、時は過ぎセレモニーが終わりを迎えます。
拍手に包まれながら卒業生が退場した後の様子にビルは驚きます。記念撮影を終えた後、みんなが教室へと誘導されました。そこでは先生と子供たちが涙を流している様子が見られました。先生は子供たちとの別れを惜しんでおり、これからはこの教室やランドセルともお別れですねという言葉が彼の娘に衝撃を与えたそうです。式の間は緊張していたけれど、先生の言葉と涙で一気にお別れを実感し、寂しさから涙が出たと涙の理由をビルの娘は語りました。これは彼女にとってはっきりとした終わりを迎える時間を惜しむ初めての経験かもしれません。先生と個別に話をして涙を流したり、友達と抱き合って泣いたりと、彼女の学校生活はたくさんの人々との関わりによって充実していたことが伝わってくる。ビルにとっても嬉しい瞬間でした。外国の人々にとって日本人は感情をあまり表に出さない印象が強いですが、実際には感情表現が控えめなだけで心の内は豊かだと彼は感じました。それを裏付けるように日本語には細かい感情を表す言葉が多く存在します。子供の門出の際には多くの人々がおめでとうございますと声をかけてくれます。まだ娘が幼かった頃、七五三で着飾った娘を連れて歩いていた時も、見知らぬおばあさんが近づいてきて祝福の言葉をかけてくれたそうです。子供の成長を祝福してくれる人々の姿に彼は驚きつつも非常に誇らしく感じました。卒業式にも様々なゲストが訪れており、そのほとんどが保護者以外の立場で学校に何らかの形で関わっている人々のようでした。自分の子供でなくてもまた一歩成長していく子供たちを祝福しに訪れているのでしょう。これらの体験は日本の教育や文化の豊かさを感じさせるものであり、これは彼にとっても新たな発見となりました。そして卒業式の最後には、子供たちが親に宛てた手紙を渡すシーンも、ビルの娘は両親に対してそれぞれ別の手紙を用意していました。その後、外に移動してからは友達や先生と写真を撮ったり、卒業アルバムでメッセージを交換したりする和やかな雰囲気に包まれました。子供たちも先生も保護者もみんなが笑顔で、その様子を見ているだけでビルは幸せな気持ちになります。その時、先生に名前を呼ばれたビルの奥さんは、驚いた表情で紙を受け取り、長く話し込んでいました。待っている間、彼は手持ち無沙汰で、娘からもらった手紙を読むことにしました。パパとママがいて幸せです。忙しい中でも私を優先してくれてありがとう。という内容が英語で書かれていました。仕事の都合という大人の事情を理解し、感謝の言葉を伝えてくれる娘の思いに、また目頭が熱くなってしまいます。そんな中、戻ってきた奥さんが見せてくれたのは祝電という手紙でした。日本にはセレモニーの際に電報という手紙を送る風習があることを彼は知りました。驚いたことに、その祝電の送り主は彼の子供が卒園した幼稚園でした。アメリカから引っ越してきた当初、娘はプリスクールに通っていましたが、その幼稚園がわざわざ卒業式の日を調べて彼女宛に祝電を送ってくれたのです。卒園してから6年も経つのに、それはまさかの出来事でした。さらに他の幼稚園からも祝電が届いていて、通路には多くの手紙が飾られており、受け取り人全員に届いた祝電は掲示され、宛名のある祝電は直接手渡されていました。教師は教室で渡し忘れたと言い、わざわざビル夫妻を探しに来てくれたようです。ビルの奥さんは、プリスクールから現在の小学校に進学したのは娘だけだったから、特別に名指しで祝電を送ってくれたのかもしれない、と話していました。こんな心温まるサプライズに、ビル夫妻は感謝の気持ちでいっぱいになったそうです。ビルは子供たちの成長を見守りながら祝福してくれるすべての人に感謝しつつ、これからの娘の人生がますます素晴らしいものになることを願いました。英語で書かれた祝電には、娘が通っていた頃の幼稚園時代の明るい笑顔や、今日の素敵な笑顔への言及がありました。彼女が友達に囲まれて写真を撮る姿を見ると、
その笑顔が全てを物語っていました。ビルは日本に来た当初の幼い娘との日々やランドセルをもらった時の喜び、その重さに圧倒される様子を思い出し、娘の幸せな笑顔に涙が止まらなかったそうです。そしてなぜこんなにも祝福されるのかと考えました。彼は日本人が人生の節目や門出を大切にすることは理解していましたが、実際に体験してその気持ちの素晴らしさに心を打たれたそうです。人からの優しさを受けると自分も人に優しくしたくなると彼は改めて感じました。日本では予想外の場面で人の優しさに触れることが多く、彼もその優しさを他人に伝えたいと思いました。娘を日本で育てることを選び、卒業式に参加させてくれた奥さんに深く感謝すると同時に、日本の卒業式は素晴らしい行事で世界に誇るべきものだと思ったそうです。そしてその日に何度も彼の心に浮かんだありがとうという言葉は、さまざまな思いから溢れ出た気持ちそのものでした。この日本での卒業式は初めてのことだらけで感銘を受けた。彼にとって一生忘れられない思い出となりました。この素晴らしい経験をもとに、彼が日本の卒業式の体験や感想を SNS に投稿したところ、海外からは多くの称賛のコメントが寄せられました。卒業おめでとう。娘さんの新しい生活が素晴らしいものになることを祈っています。子供がみんなに祝福されるのは素敵ですね。私の国でもやってほしい。日本の卒業式はとてもフォーマルですね。少々授与は誇りに思えるでしょう。桜の木の下で写真を撮るのは素敵ですね。桜が学校にあって卒業式の時期に咲くから、日本人は桜が大好きなんですね。誰かに優しくされると自分も優しい人間になりたい思いますよね。日本は親切な人が多くて、彼らの振る舞いは世界の平和につながると思います。日本の学校は学習だけでなく、さまざまな経験を重視します。運動会などで集団行動を学ぶ機会も多いです。地震などの災害が多い日本では、学校で子どもたちの安全を守ることも重要です。避難訓練のおかげで東日本大震災の際にも人々は落ち着いて行動していました。その様子を見た海外の人たちは、静かでパニックにならない日本人ならではと驚きと称賛を送りました。幼い頃からの訓練が災害時の行動に役立っています。体育の授業ではスポーツ以外にもさまざまなことを学びます。海外の学校にも体育の授業はありますが、水泳の授業は少なく、プールのある公立学校も少ないようです。日本の小学校では高学年になるとプールの授業で着衣水泳も行います。文部科学省は各学校の実情に応じて実施していますが、近年多くの小学校でこの授業を取り入れています。服を着た状態での水中での動きの難しさや、水を含んだ衣服の重さ、背浮きによる呼吸の確保方法などを実際に体験し、水の危険性を学びます。震災時の津波に巻き込まれた学生が着衣の授業を思い出して背浮きを行い、命を救われた例もあります。このような経験が緊急時に命を守ることにつながると言えます。日本は海に囲まれた水源が豊富な国です。だからこそ水の事故から命を守る方法を教えることは子どもたちにとって非常に大切です。日本の学校で教えられる多くのことが海外の人々にとって驚きの対象となり、そんなこともするのか、日本人はすごいと評されることも多いのです。日本の教育は生きていく上で役立つスキルや命を守る知識など、さまざまな文化と触れ合えるように機会を提供しています。日本にいては気づきにくいかもしれませんが、海外から称賛されるべき点がたくさんあります。そして学校で学んだことや卒業式などの貴重な行事での経験は人生の糧となるので、私たちはそれらを大切にしていきたいですね。私は小学生に日本人の心の在り方を教えてもらいました。そういうのは
東日本大震災の被災地へと派遣された一人の警察官でした。多くの人の命、そしてそれだけに飽き足らず、あの歴史的な震災では人々の生活の要である、家や財産までもいくつも奪っていきました。それから10年、人々の心にはまだあの時の傷は歴史として残っているのです。このエピソードは東日本大震災直後に被災地の治安確保のために派遣された警察官がある一人の少年と出会ったことに端を発します。家族もおらず、一人で悲しみに直面していた少年に警察官は思わず声をかけたのですが、その時少年はその警察官からの施しを拒否したのでした。そしてこの行動が警察官をはじめ多くの人々の心を打ち、日本人とはなんて素晴らしい国民性を持っているんだと絶賛されることにつながりました。一体何があったのでしょうか。今回はそんな少年と警察官との出会いと、それに対する海外からの反応をご紹介していきたいと思います。それでは早速詳しく見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。2011年の3月11日、東日本に未曾有の大地震が襲いかかりました。地震大国と呼ばれる日本でも史上稀に見るレベルの驚異的な揺れは、国内観測史上でも最大規模を誇っていました。そしてこれは世界的に見ても20世紀初頭からの100年の間で4番目に大きい地震でした。東日本では震度7を計測。震災地から遠く離れた大阪ですら震度3の揺れを観測したほどです。またこの被害はただの地震だけに限らず、地震の影響を受けて発生した津波によって多くの建造物が流されるなど、私たちがこれまで想像したことすらなかったほどの被害を出して、町は壊滅状態へと陥りました。死者数は1万5000人に上り、行方不明者数3000人、負傷者数は6000人とのこと。また無事に命は助かった被災者の方々もおよそ12万5000人が被災生活を余儀なくされています。このような絶望的な状況に直面し、人々は大きな悲しみに暮れていました。現地の状況はニュースなどのマスメディアを通じて連日取り上げられ、国内外から多くの被災地支援がありました。そんな混乱がまだ冷めやらぬ震災5日後のこと、とある一人の警察官が現地へと派遣されました。福島第一原発からおよそ 25km ほどしか離れていないその土地に向かうことになったのは、在日ベトナム人を両親に持つ警察官でした。彼の今回の目的は現地の治安確保。実は被災の混乱に乗じて窃盗などの犯罪行為が現地では相次いでおり、そのようなトラブルの防止と対応のため彼は派遣されたのでした。彼の両親はこの日本で愛情をいっぱい注いで彼を育て上げました。そんな両親からの思いを一身に受けた彼もまた期待に応え、大学院まで進学して博士号を取得するほど勉学にも励みました。卒業後はこの日本で人の役に立つことがしたいという思いから日本に帰化することを選び、彼は警察官となったのでした。彼は被災地を訪れ、現地の荒れた状況を見て愕然としました。津波の影響で建物がまともに残っておらず、運よく被害が少ないエリアでもその建造物は元の原型を保ってなどいませんでした。被災した人たちと言葉を交わし、彼らの状況を受け止めながら涙を流して状況を確認していきます。目的であった治安維持についても、現地の住民の見回りが効果的に機能していたため大きな問題は発生していない様子でした。そこで現地の多忙な職員に代わり、彼は被害者の埋葬や食料配給の手伝いなどに邁進しました。休む暇が全くないほど次から次へとやらなければならないことが起こり、まさにそれは目の回るような忙しさだったといいます。その多忙ぶりはもはや泣き言を言えるような状況でなく、ただ目の前の生に必死に食らいついていくようなほど目まぐるしいもの。そうして長い数日を終え、彼はその日もまた役所の仕事の手伝いに明け暮れていました。そして夕方、とある小学校の配給の手伝いに彼は向かいました。東北の3月はまだまだ寒さを悠然と残し、上着を着ていても体が震えるようなほどの気温でした。そこで視界の端に映った少年の格好に
彼は思わず目を止めました。長蛇の列をなしているその最後尾、配給を待つ被災者の人々の中にその少年はいました。こんな気温の中で半袖半ズボンといういでたち、年齢はまだ10にも満たないくらいの印象でした。誰もが早く温かな食事にありつきたいと願う中、まだまだその順番にたどり着くには時間のかかりそうな位置に並ぶ少年に、警察官は声をかけずにはいられませんでした。君、そんな格好じゃ寒いだろう。せめてどこかから毛布を。はじめはいきなり話しかけてきた警察官に警戒心をあらわにしていた少年でしたが、警察官が優しく声かけを続けたことで彼の警戒心もゆっくりと薄れていき、そしてポツポツと少年は自分の状況を話し始めてくれるまでになりました。しかしその内容は警察官の想像を絶するくらい震災の爪痕を如実に語っていました。この少年はまだ9歳で、震災当日の11日はいつも通り小学校に登校して体育の授業を受けていたといいます。そんな中、あの地震がこの土地を襲いました。学校内に避難をした少年でしたが、窓の外を見たとき信じられない光景を目の当たりにします。なんと自身の父親が車ごと津波に飲み込まれる瞬間を目撃してしまったのです。学校付近で仕事をしていた少年の父親は、地震発生後直ちに少年を保護しようと小学校に向かっていたところ、津波の被害に遭い、そのまま行方知れずとなってしまったといいます。さらに少年は海岸沿いに住んでいた自身の母親、妹、弟もその時間は自宅にいたために、きっと助からなかっただろうと涙ながらに打ち明けました。少年は目に涙を浮かべつつも、胸中を渦巻く喪失感と心細さをかき消すように頭を振って声を震わせつつも警察官に話してくれます。少年のそんな様子に警察官は自分の着ていた上着をすぐさま脱いで少年の肩にかぶせます。そして持ってきていた食料パックを少年へと手渡しました。このままではこの少年に配給が渡るのはまだ時間がかかる。この少年に少しでも何かしてあげたい。警察官はそんな思いで食料パックを渡しました。しかしそれを受け取った少年はこの後驚きの行動に出ます。なんと受け取った食料パックを少し見つめると、少年はそのパックを配給用の箱の中へと戻しに行ったのでした。少年の取った行動が一瞬理解できず固まってしまう警察官、ただただ少年を見つめることしかできない警察官の下に少年は戻ってくると言いました。ありがとう。でも他にもたくさんの人がお腹空かせてるから、僕は今日一回食べたから、まだ食べられてない人にあれが渡ればいいな。警察官はかぶっていた帽子の前面を目元まで下げ、表情を見られないように必死に隠します。少年の行動に涙してしまったことを彼に見られないようにするためでした。両親、兄弟が行方不明で、帰る家も頼るあてもない少年が、こんな状況の中でもそれでも、自身より他人を思いやった行動をとっている。少年の気高い心の在り方に、警察官はあふれる涙を抑えることなどできなかったのでした。この混乱と悲しみの被災地で、一人の少年に人としての道を教えられ、警察官は自身の行いを恥ずかしいとさえ思いました。こんなに小さい頃から自分のことよりも他人を思いやる気持ちを持っている。日本人の気高い心の在り方、これがあれば必ず以前にも増して彼らは強く再生するに違いない。この警察官はそう確信したと言います。そして彼はこの出来事を自分の胸にだけしまっておくことなど到底できないと考え、後日これをベトナムの友人に話しました。そしてこの友人伝いにベトナムの新聞記者へと話をつなげ、これを記事にしてほしいと訴えました。こうしてこの日本の少年との出来事は世界中に広く知られることとなりました。このベトナムの記事にはこう記されました。彼がベトナムの友人に伝えた日本人の人情と強固な意志を象徴する小さな男の子の話に、我々ベトナム人は涙を流さずにはいられなかった。我が国にはこんな子がいるだろうか。この話を聞いた記者もまた深くこのエピソードに感銘を受けたことがわかりますね。こうして記事はベトナムを起点に世界中へと広まり、各国の人々がこの少年を称賛しました。
ここでその称賛の声の一部をご紹介します。このような感動は国境を越え人種に関係なく人の心を打つものですね。日本にこのような少年が実在することに驚きを隠せません。最悪の状況下なのに日本の子供はどうして幼い頃からこんな行動ができるんだ。彼のその後と彼のご家族の安否が気になるね。他人を恨んだり憎しんだりする気持ちからは何も生まれない。優しさや思いやりからしかこの世には何かを残せないと彼の行動が物語っているよ。最悪の状況下でそれでも少年の気高い心の在り方は多くの人々の心を打ったのですね。そしてベトナムではこの記事が大きな反響を呼んだために多くの日本への義援金が集まる結果となりました。ベトナムは決して裕福とは言えない土地であります。しかしこのような結果につながったのはまさに少年の優しさや思いやりから、また新たな優しさや思いやりが生まれたのだとわかりますね。少年にここまでの称賛が集まった理由、それはひとえに若干9歳にして彼がこのような極限の状況下でも他人のことを考えて自分で意思決定をしたことにあると言えます。そしてそこには日本の道徳教育が背景として隠されていました。日本政府が掲げている学校での道徳教育の目標の中に、自立した人間として他者と共によりよく生きるという文言が見られます。この目標を掲げ、日本の道徳では相手の立場に立って考えることや社会の一員として社会貢献することの大切さをディベートなどで学んでいます。おそらくは少年の家庭でも長く他者に対して優しく接することや困っている人を手助けすることを教育してきたのだろうことも伺えますよね。またこのような結果に結びつくためには、日本という国を国民が信用していることと教育が正しく施されていることが起因していると考える人もいました。貧困がひどい国ではその日暮らすだけでもまさに生死をかける綱渡りの日常が存在しています。時にはルールに反してでも生きたいという執着が秩序のない社会を形成してしまうのです。少年は無意識のうちに、ここで我慢すればいずれは自分にもまた救いの順番が来るだろうという、日本社会への信頼が育まれていたということです。これは日本という国が弱者を放置せず平等に守ってきた社会の在り方であり、それが道徳という形で少年にしっかり伝わっているという証拠でもあります。我々はこのような精神性が育まれているこの日本社会を誇りに思うと同時に、今後も長きにわたってこの道徳性が後世へと受け継がれていくようにバトンをつないでいくことを意識しなければならないのではないでしょうか。近年世界的な経済の停滞から来る影響は大きく、それにより若者による犯罪行為も増加傾向にあるということをご存知でしょうか。中でもカナダなどは若者の犯罪率が25歳以上の年齢層と比べても倍以上の差があるという結果が発表され話題を呼びました。カナダでの若者の犯罪行為は深刻な社会問題となっているのでした。悪化の一途をたどるそんな若者の犯罪行為は法律によるコントロールですら困難を極めています。もちろん国としても若者への教育システムの見直しなどを図っているようですが、改善の効果はあまり見られません。人間というのは幼い頃に形成された人格がその後一生涯にわたって変わることはないとも言われています。三つ子の魂100までと言いますが、子供がやがて青年になり人格が完成してしまえばそこから性格や品性などを変えるのは難しいのですね。だからこそ子供たちへの正しい教育に幼少期から力を入れることが求められているのです。これは犯罪とまではいかなくてもその後の様々な悪事への予防にもなります。しかしカナダにおける幼児期の人格教育は実は不十分だと言われています。そしてこれを見かねたある専門家が解決策を見出すべく行動に乗り出しました。その人こそ子供の行動習性などを研究するオリビア・ローレンス氏でした。オリビア氏は
カナダの現状を解決する糸口を探すべく、いくつかの国の幼稚園を実際に訪れたといいます。そしてその国の中には日本も含まれていました。オリビア氏は日本の幼稚園に通う園児たちの行動を見て泣き崩れたといいます。この事態に周りの先生や園児たちも戸惑いを隠せなかったようです。ですが彼女はそれを乗り越えて、カナダにある自身の子ども相談センターや周辺の幼稚園に新たな教育システムを導入すると、効果を見た親たちの間でこのことがポジティブに受け取られ、次第に評判を高めていきます。今では彼女の子ども相談センターへの予約はいっぱいになっているといいます。一体オリビア氏にどんな出来事が起こったのでしょう。またこのことに日本が関わっているといいますが、それはどのような事柄なのでしょうか。早速一緒に見ていきましょう。日本では礼節と思いやりを重視する文化が根付いており、海外でもそのようなイメージを日本に抱く人は意外に多いといいます。年配者への敬意と尊重、兄弟間での愛情、他者に対しての気遣いと思いやり、これらは言葉にするのは簡単ですが、実際に行動に移すとなると話は別です。だからこそ日本にはそういう文化があり、それが海外の人々にイメージ付けられているとしたら、日本人として誇らしいことでもありますよね。さてこのような文化、ひいては教育は、実は日本ではおおよそ幼稚園の頃から実施されているのです。小学校の道徳という授業ですが、これは実は世界で唯一、日本でだけ受けることができる授業です。子供は元気に体を動かし遊び回るのが一番。しかしそれと同じくらい、幼い頃から他人との調和、思いやりを学び、マナーを身につけることも重要だと考えられているからこそ、日本ではこのような教育システムが導入されているのです。子どもの行動、習性を研究する専門家のオリビア氏は、幼少期における人格教育の欠如が若者の犯罪行為等の悪事を増加させるという見解とともに、世間に対して警鐘を鳴らしている一人でした。そんな彼女でしたが、具体的な対策となるとなかなか画期的な方法を見出せずにいました。行き詰まる中、オリビア氏は海外にも目を向けて、他の国々で行われている人格教育を参考にし、そこから解決策を模索することとしました。自身の足で数カ国を実際に訪れ、現場での教育のシステムを見ることで新たな発見がないかと考えたのでした。そしてオリビア氏が訪れる予定の国の中には日本も含まれていました。というのも、彼女が働く子ども相談センターには日本人スタッフがいたそうです。そしてそのスタッフは、日頃オリビア氏が感心するほど仕事に対して真面目に取り組むだけではなく、同僚たちの仕事を手伝いつつも、スタッフ自身いつも笑顔を絶やさなかったそうです。そんなスタッフの働きぶりや普段の態度を見て、オリビア氏は一度直接問いかけをしたそうです。あなたはなぜそうも他人に優しく接することができるの？するとスタッフは自身の幼い頃からの教育についてを取り上げつつ語りました。私は小さな頃からずっと人格教育が日常にありました。それは悪い行動をすれば周囲にも多大な迷惑をかけてしまうため、一人一人が思いやりと礼儀を重視することを是とするものでした。また彼女は何よりも周囲の大人から大きな影響を受けたと話しました。いわく両親や学校の先生たちの姿は自分の模範として大きな影響力を誇るものだと、スタッフは結論付けたのでした。これを聞いたオリビア氏は常々日本の教育から学ぶことがあるのではないかと考えていました。そのため今回の訪問先候補としても日本は真っ先に上がったほどでした。こうしてオリビア氏は日本を直接訪れ、さらには現場での教育の仕方をその目で確かめるべく、ある幼稚園を訪れることとなりました。そして日本人スタッフが言っていた通りで、オリビア氏は日本の教育の現場を見て目を見張るばかりでした。オリビア氏が訪れたのは、その幼稚園で月に一度の日本の伝統の日というイベントを行う日だったそうで、この日の子供たちは手に扇子を持って踊りながら楽しい時間を
過ごしているようでした。またその他にも静かに他人の話に耳を傾けて聞くことについて学ぶ時間もあったといいます。このイベントももちろんですが、さらには子供たちは親が作ってくれたお弁当を前にして親への感謝を表したり、友達同士で会話を楽しんだり、先生から食事のマナーを学んだりもしていました。活発な子供も先生たちの指示には元気な返事とともに従い、友達の話を静かに聞くように。オリビア氏はもはや感動していました。またこの幼稚園では正しい価値観美徳学校プログラムというものを採用しており、子供たちは1ヶ月に1つ2つ自身たちで美徳を考えてそれを実行するというものがありました。これは先生たちの指導のもと、秩序、感謝、礼儀、思いやり、譲る、忍耐などの美徳を子供たちが理解しやすいように説明し、先生自身が模範を示すことで同じような行動を子供たちに促すというものでした。子供というのは周囲の大人の行動を真似ることで社会性を学ぶものです。もちろんそれは時に悪い例を見てしまうことで子供に悪影響が及ぶケースもありますよね。だからこそ意図して先生たちは美徳と呼べる行動を子供たちに示すのです。そしてこのプログラムの効果は子供たちが友達同士で遊んでいる時に顕著に見られます。私の話を聞いてくれてありがとう。今度はあなたの話を聞くね。今日はこのおもちゃを譲るから、今度は私に譲ってね。このように、譲り合いの精神や他者を尊重するという心のあり方を彼らは学んでいくのです。こうやって幼い子供たちの人間性が育まれているのを間近に見るのは、可愛らしく思うと同時に、なんだか胸を打たれる光景ですね。オリビア氏はこのプログラムの存在と実際にその目で見た子供たちの行動から、日本の教育プロセスによって、日本に住む大人と呼べる年齢層の人間たちもこうして、その人間性を育んできたのだと確信しました。日本の人格教育は先進的で、そしてすでに完成を迎えているのかもしれない。嬉しいことに、オリビア氏はそのような感想を抱いてくれたそうです。また、オリビア氏は日本の学校等に採用されている読書討論活動も子どもたちの人格形成に大きく作用していると考えました。これは子どもたちがグループを作って推薦された数冊の本の中から読みたい本を子どもたち自身が選んで家に持ち帰って親と一緒に内容を読み、その後学校でディスカッションをするというものです。このディスカッションはただ本の中身を話し合うことだけにとどまりません。ディスカッションという形式を取った上で、子どもたちは進行役を担ったり、友達同士で意見が食い違った時の対処法を学んでいくのです。ここまで全ての家庭において重要なのが、子どもたち自身がそれを体験して学ぶということに。皆さんはお気づきでしょうか？子どもたちが実際に経験を通して他者との関わりや心の機微に触れることで、彼らの成長を促しているのです。先生たちが自動的な態度で言葉で教えるだけでは、子どもたちの人格が成長したり世の中を生き抜く美徳が身についたりするわけではないのです。このような教育環境を提供することが日本の幼稚園の能力でした。オリビア氏はこれまで専門家の立場としてカナダに通う多くの問題児を見てきました。そんな彼女にとって日本の幼稚園に通う礼儀正しい子どもたちを見て思わず涙を流したというのですから、その気持ちがわかる気がしますよね。こうしてオリビア氏はカナダに帰国後、早速日本の人格教育から着想を得たプログラムを自身の運営する子ども教育センターと近隣の幼稚園に取り入れ始めたのです。オリビア氏の指導のもと、カナダの幼稚園の先生たちも子どもたちが自主的に考えて行動ができるような環境を整備するとともに、自身たちが模範となる行動を子どもに見せる教育をしました。そしてこれはここカナダの子どもたちにも大きな効果を発揮しました。ここに通う子どもたちの中で、幼いながらにいつも友達へ暴力的に振る舞ったり、先生の指示を無視していつも大声で自分勝手に行動していたある子どもがいました。彼ジョージはもともと問題児として以前通っていた幼稚園から転園を余儀なくされた経緯を持った子です。そんなジョージが
この日本の人格教育システムを受けて、徐々に行動と態度を変えていったのです。彼は次第に他者への怒りの感情を制御できるようになり、さらには先生の指示をこれまででは考えられないほど、素直に聞き入れたりできるようになったといいます。今ではすっかり友達とも譲り合いの気持ちを持って一緒に遊ぶことができており、先生に対しても、元気よく、胃の一番に挨拶をしたりと明らかに他者への尊重が見られるようになったのです。このようなエピソードがカナダの地方新聞で取り上げられたことで、さらにオリビア氏の教育センターや幼稚園への入園希望の問い合わせが絶えなくなったというのですから、本当に劇的な変化となりました。このような変化の背景には、カナダでの家庭での子供への接し方、いわゆるしつけに関連があったのではと推測されています。というのも、カナダでは子供を叱るという行為は好ましくなく、子供に何かを押し付けたり、強制させたりする行為は虐待にも捉えられかねません。その線引きがかなり厳しく、故に一般家庭では子供に対して虐待の烙印を押されたくない親が、子供の言動に対して放置気味になってしまっていると言います。実際にここ数年、カナダでの虐待の疑いによる告発は社会問題になるほどでした。適切なしつけが子供になされず、青少年期に窃盗、暴行、薬物摂取などに陥ってしまう子供が増加しているとも言われているのです。そしてそのように育った子供たちが成長し、やがて子供を持った時に正しい姿を見せられず、子供は親のいびつなありさまを見てまた間違った方向に成長していくという悪循環が生まれているとも。いかがでしたでしょうか。どの国でも子供の教育というのはその国の今後の発展にも結びつく大きな課題であることは明白です。その時、正しい教育がなされることが未来への立派な投資になることを忘れてはいけません。日本の優れた人格教育が今後も正しく、よりいい影響を与え続けてくれることを祈りつつ、終わりたいと思います。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。